トクラゲームス、スロープスタイルジャム、結果発表いきたいと思います。3位から発表したいと思います。第3位は、300点満点です。結構接戦だったっす。で、3位は、リブナンバー4番、斎藤優斗。はい。昨日に引き続き うちの恒例ね、魔法の魔法のね、特殊な金庫から、特殊な金庫、気づいたんだけどさ、穴開いてんだよそれは通気性よくしてる、通気性よくしてるだけなんだよね、はい、カメムシとか入ってる、ね、いくらですか、浅瀬3000、はい、じゃあ噂の方から、はい、兄さんの方から、昨日からちょっとゼロ少なくなっちゃったけど、ね、はい、そうだね、結構下がったな、イエイ、で、おめでとう、ナイス、いやどうでした今日は。楽しかったです。面白かった。その3000円は何使います？合わせて33,000円、 iPhone で使います。 iPhone の足しにね、 OK、 ナイス。こういうのも結構もらってて、あ、そうだ、何気に4万近いんだけど、はい、続いて第2位、第2位はこれかっこよかったね、はい、ね、本当にかっこよかった。第2位、ビブナンバー5番、戸澤浩一、イエーイ、イエーイ、いや、めっちゃかっこよかったよね、大人の頑張りを感じたね、はい、かっこよかったです、イエスイエス、 D1 からのキャブセブン、アラボもらっちゃうんですよね、イエーイ、もらいましょう、もらいましょう大人が、ゲン生で、はい、いやらしいよ、ゲン生で、はい、お願いします、綺麗に見せながら、おめでとうございます、ありがとうございます、はい、おめでとうございます、イエーイ、どうでした今日の大会は。今日はもうジャムでもうおっさん疲れましたね力を使い果たして力を出して午前中で疲れました、ね、最後立てましたね、その7000は何に使いますか。その7000は多分今日の娘と、はい、嫁の焼肉台に行けると思います。あー最高です、イエーイ、パパ買ったよ、イエーイっつって、あ、恥ずかしかった、おめでとう、イエーイ、おめでとうございます、はい、そして、オーゼトクラゲームス、スロープスタイルジャム優勝は253ポイントもう満場一致でした、ビブナンバー8番、丸茂幸太郎、イエーイ、はい、うちいやらしいんで、ガツガツ現金払い現ガツガツ現金払いです、集めてこいはい、じゃあ、はい、ちょっと数えて、エントリー数増えたんで35,000円増えて、最高じゃないですか、35,000円になっておりますおめでとうございます、イエーイ、最高でした、いや、おめでとうございます、どうでした今日の大会は。どうですか、大人げないことしてすみませんいやいやいや、おめでとうございます、その35,000円は何使います。これですか、今日の帰り道に消えます。おみんなおごるってよって、長野、長野だ、はい、長野だ、下道で帰れる、あ、それでおめでとうございます、ありがとうございます、使いながらね、ちょこちょこ使いながら、食べながらお疲れ様です。お疲れ様です、はい、スロープジャム、はい、はい、スロープジャムですね、なってるよね、うん、はい、スロープスタイルジャム、はい、スロープスタイルジャム、はい、トクラゲームス終わりました、お疲れ様です、無事終了しました、盛り上がってたっすね、昨日のワンメイクに引き続き2連戦、ね、はい、昨日から出てくる子もいてくれて ね、今日も続けて出てる子もいてくれて、はい、昨日もキッズ大活躍だったね、うん、スロープは変わったね、うん、大人大活躍、そうだったね、はい、わざわざなんかは、ドラゴン TV 見て名古屋から、うん、あ、名古屋、うん、名古屋じゃない、長野、長野の、うん、そう、来てくれて、長野のね、岩っ原とかからもね、うん、はい、いろんなとこから来てくれて、本当にありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、見事ね、今回は大人優勝な感じで、うん、良かったです、賞金もちょっと上がって、人増えたから、そうそうそう、当日エントリー出たんで、はい、ちょっと賞金また上げようと思ったら、うんうん、
結果1位に振ろうっていう話になり、まあもちろん、ね、はい、だから1位と2位の差が激しくなってるんだけど、まあ、それでもいいぐらいですからね。いいです、はい、そうです、はい、勝者は1位だけなんで、はい、まあ子供も頑張ってたけどね、うん、はい、昨日の出てた子供とかが今日もう慣れてね、うん、下のキッカーはもう全部ちゃんとこうしてね飛んでくれてたり、うん、すごいちょっとずつレベルここに来て2日間だけどね、うん、レベル上がっちゃった上がっちゃったりして、あとやたらプレッシャーだったらしいよ、こけたら0点っていう掛け声に、はいはい、もうそこに勝負の世界です、はい、しかもそこ金がかかってるんで、はい、めちゃめちゃ厳しくこけたら0点0点、はい、こけた瞬間にこうペンがゼロってそれぐらいね、ゼロっていうかもうこれペンなし参加すらしてないみたいな、ね、まあ、そんな、はい、でもそんな中で結構みんなね、はい、攻め攻めで頑張ってくれたら、はい、見てても面白かったね、うん、あのや練習時には出さないけど、うん、そうなんかおーってきた時に決めてきたみたいなねボールもね、ボールポイントだったんだけどね、最後のね、正面ボールね、結構みんなこなしてたから、ね、うん、最後4発決めたけどここどうするみたいな感じだったけどねまあ良かったね、めっちゃ楽しかった、楽しかったです、みんなも楽しんでもらえてれば最高です ね、うん、ね、まあ本当エントリー増えればもっと賞金も上げていきたいしね、はい、でもで、4月の1日にはビッグマッチ用意してるんで、はい、やりましょう、はい、ここぞとばかりの人はぜひぜひ銀さんプロデュースよろしくお願いします、リアルジブバトル、はい、賞金10万円、はい、いっぱい集まればお金も上がるんで、逆に少なすぎたら開催できません、はい、しません、むしろ、はい、むしろ自分たちでぜひ10万円欲しい人は、はい、よろしくお願いします、お願いします、ぜひぜひ、ワールドと、ワールドと思うジバーは間違いなく10万円以上取りに来てください、お願いします。で、あのオゼトグラゲームスバンクドスラローム3月のやつが雪なくてちょっと中止になっちゃったので、うん、もう最後俺らもこれに自分、すいません、え、すいません、あ、すいません、すいません、雪がなかったっす雪があれば、ね、雪がなかったっす、あ、もちろんもちろん面白いも、もう今さら雪降らすことできないできない、うん、はい、まあさすがにこの時期はもう降らないし、はい、これアップされてる頃にはどれぐらいの時期かわかんないですけど、そうっすね、はい、まあ残念ながら雪がないので、うん、中止なんで、ただジブバトルはねがっつりえぐいの作っていきたいと思う、はい、まあ、ある雪使って、はい、あるキッカー潰してやりますんで、はい、あとまあこの後あのポコジャンの一番下のやつがクォーターにこれからなってくる、変わるっすか、はい、変えるっすか、はい、やっていきましょう、はい、はい、冷えればバシッと、もし、正面クォーター日本でも作ってるとこないと思うんで、5.5メートルの正面クォーター、うん、ぜひぜひちょっと試しに、ここ最近はないっすね、はい、去年もよろしくお願いします、はい、まだまだあの雪がある限りいっぱいいろんなもの作ってるんで、はい、皆さんぜひ、はい、ハーフパイプもまだまだ健在ですから、はい、遊びに来てください、生き残ってます、機械はミシミシ言ってますけど頑張ってる、土はボロボロ出てきますけど、はい、頑張ってるんで、はい、草刈りながらやってるんで、はい、そっちの方もよろしくお願いしますね、はい、ぜひぜひ、あともちろんあのチャンネル登録などよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、お願いします、そんな感じで今日もスロープスタイルジャム無事終了しました、はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、また皆さんご覧になってください、ね、バイ。